はいどうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。今回は短めの動画になると思います。合宿終わって夏の甲子園直前まで進めて終わります。いやーやるのが久々なんだよね。3日分取りだめしてたからね。単純に3日ぶりになるのかな、やるのは。すごく久々な気がします。まあちょっととりあえずこの合宿で化けたいね。もう一段階なんかこう上のレベルに持っていきたい。いやー甲子園だぜ、すごくね。ちょっと嬉しいよね。なんかアイテムとかない？使えない？特に使えないね。やっぱキャッチャープラスは欲しいよな。合宿チャンスはいいな。チャンスは魅力的だな。調子安定、逆境もいいね。これかな。よし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 。水野くんいいね。チャンス B。これいいな。いやいいよ、まあまあまあ順調に覚えてきてはいるよね。これかな。やべえ、すぐそこにあるんだな甲子園、公式戦が。取っちゃうかい。なんかあまりにも短いよね。あまりにも短いよね。これで、覚えないかな、もこれで。よし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 。いやまあまあいいんじゃないですか。収穫のあった合宿だったんじゃないですかね。これでおそらく全員全回復かな。あー天童くんが1減ってるか。C なの。あ、みんなそこそこ足りてなかったね。5。8月。いやー久々だな。なんかここ練習史上やるのも久々な気がするわ。スタミナも十分、コントロール。ヒューガ君はそうね、コントロールいきますか。なんか球速きてえな。気持ちは球速がいいな。
足立くん、荒屋敷くん、肩上げましょう。この甲子園を使ってがっつり肩上げてもらおう。一応ね、来年のキャッチャーの予定なんで、港、守備力、日野くん、そうだな、ミート上げとくか。そうすればなんやかんやで使いやすくはなるべ。守備力 B 申し分ないね。大丈夫だね。3年生だからな。ミート、いや守備方面上げていくか迷うな。いいとこ伸ばしてあげたいよな。肩だな。多分うまいこと勝ち抜いていけば肩60はいくと思うんだよね。ミートで。伊集院くん、龍崎、これで攻撃力にいけるんじゃないか。とりあえずミートだな。よし、松浦君、君はひたすら足を鍛えてもらおう。ちょっと太っちょだけど、めっちゃ足速くなってもらおう。あ、やばい、飛ばしちゃった。大阪府代表の、牧方第一高校。勘弁してくれよ。いやまあもうね、 B とか A ばっかなの分かってっけどさ、初戦は A やだな。超強そうだもん。 やろう、やるべ、今から取るべ。やめる予定だったけど取ります。行きましょう、行きます。はい、おはようございます。さあ勝つぞ。これはコンタくんかな。まあ、ブライアンが塁に出れば走らせましょう。向こうのセンターの福留さんは俺の知ってる福留さんかな。坪井くんもいるね。あ、大阪だからか。中田翔。あ、今日俺福留さんとか坪井さんの出身は知らねえな。よし、行くぞ。絶対強いパターンの A だべ。絶対強いパターンだもの。いやけど負けない。勝つよ。1回戦で負けるとか寂しすぎるじゃない。ちょっと甲子園大会1回戦第2試合の模様、甲子園行って終わりじゃないからね。甲子園勝ち抜いて終わらないと。強豪平方、お願いします。平方って言ったの今、巻き方じゃないの。ひたすら勝利を目指します。先発メンバーはご覧。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生、北海道の警察コンタ。まずピッチャーからだな。お、藤波さんいるぞ。いや、やだね、藤波さんがなんか安牌に見えてくるところがやだよね。
わかんない、どの宮田さんだろう、わかんないな。野手だよ。だってもう巨人キラーってついてるもん。天聖 OB とか何も書いてないけどさ、天聖プロとか書いてないけども、巨人キラー持ってるもん、この高校生。いやー参ったなー、うわーやだな。もう肩88がちょっと難しいかな、走るのは。強いな、今井さんもいるよ、大口さんもいるよ。松井さん、松井誰だ、どの松井だろう、顔見ても分かんねえな。いやずるいもん。ちょっとずるいもん。多分5人ぐらいいたんじゃないか。でもここね、俺盗塁行っちゃおうと思うわ、行くわ。何をどうしたって格上だから、こういうとこはめていかないと勝てない。第9ブライアン、カート、投球ストライク。えげつねえ方。すごいスピードで球セカンドまで行ったな、すごかったね。投げました、インコース引っ張った、投げねえぞ、投げない投げない。第3球を投げました、おし、オッケー。山たらればだけは走んなきゃなと思ったな。ボールはセカンドへ、いい、コンタ、いいバッティングを見せました、サンタ先制。これねどうにかなるかもしんないよ。ゲームは中盤4回に入ります。バッターは北海道の計算機コンタ。いやごめん、どうにかなるかもしんないってなしね。投げました、決まってストライク。いやだってブライアンとコンタ君でさ、簡単に2人出塁してるからさ、あ結構打てるのかなと思ったんだけど、そうでもなさそう。絶対負けねえ、マジ頑張るわ。投げました、一つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。いやーずるいな向こう、いいなー。けどあれだよね、今江さんとかがベンチに入るっていうのがなんかまた逆にいいよね。打ちました、ライトへ上がった、取りました、これでワンアウト。ね、気づいてた、さくら先制のチャンスです。まだノーヒットです。向こう。龍崎。第一打席はレフトフライに倒れています。熱血使いますか。使いましょうか。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。まあヒットを狙っていきましょう。引っ張り流し流しだな。第9投げた。初球決まったストライク。いきなり153キロ。頑張れ。肩越しにランナー見た。ストライク。早くも追い込まれています。すげえ球な。投球は3球目、投げた、見送ってボール、カウントは1ボール2ストライクです。次は4球目、投げた、ボール、平行カウント。頼む、点取ってくれ、点取ってくれ。さあ5球目、変化球、空振り三振、インコースの変化球にやられました。いや投手戦になると思ってなかったな。やった、ノーアウト2塁だ、これはチャンスだ、これは絶対にチャンスだ。揺さぶるも使おう。北海道の計算機コンタ、まず引っ張り、第9投げた、アウトロー。なんとか進塁はさせようや。ヒット出れば帰ってこれるよ。すごいなその球、ストレート。第3球を投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、1塁へ送る、アウト。さくら、なおもチャンスが続いています。バッターは3年生辻、ネクストバッターサークルには脇田。行くか、スクイズ。ブライアンスタート、初球スクイズ、キャッチャーボールを使った。よし、よしよしよし、やっと取ったぞ、やっと取ったぞ。1点、ツーアウトランナー2塁という場面で、青井くん、バッターは3年生青井。さあここを乗り越えて成長したい。ミート積極流し、頼む。ストライク、2点3点、いや何点あってもいいな、何点あってもいいな。無理か。一塁アウト、スリーアウトチェンジ。2番
佐倉、同点のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは2年生木原。ネクストバッターサークルに頑張りましょう。うまいよね。内角いきますか。ここは中間守備を取りました。青い頑張れよ。投球これから2球目。もうカウントワンボールワンストライク。投球は3球目。チェンジアップはもうカウントはツーボールワンストライク。すげえ大事な場面じゃん。投げました。空振り。さあ5球目。打った。ただボールを掴んだ。サードから2塁送球。間に合わないかな。あったよかった。後ろに反らさなかっただけいいよ。バッターは2年生寺田。ここまで2三振といいところがありません。これまでいいとこねえって言ったってさ。このパワー内角が怖えな。緩急かな。第9球初球シュートは空振り。投球これから2球目。2球目ナイピッチ。これで追い込みました。第3球を投げました。よし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 、この回乗り切ったぞ。メイドで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生新井。今日はサードゴロと行くぞ。エンドラン第9東野バッター打ちました。おっしゃ1塁送球アウト。エンドランしといてよかったね。エンドランしなかった多分。さあ追加点のチャンスにバッター多分2塁刺されたんじゃないかなと思うけど。引っ張っちゃおう。第9もうさあ次の投球打った引っ張った。やったやった。ないマッチ、ないマッチ、ないマッチ、ないマッチ。やったレフトからセカンド。これはいいよ、これはいい、これはでかい。今切れるかなと思ったけどよかったね。さあブライアン行こう。精密機械使ってアベレージつけて、あしかも流しもつくか。そっかそっか。で流しや。第9投げました。なんとか打とうや。さあ次の投球見送って追加点。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた。渾身のストレート。うわ早いなおい。まだ100球もいってなかったのか。投球これから4球目。インコース低め空振り。頑張れ。なんとかヒット打ってほしいな。打ってほしいな。第5球投げた。打ちました。いけよし。やったブライアン、いいバッティングを見せました。なおもチャンスが続きます。行くぞ打てるぞ。第9投げた。もう頑張れコンタ。ランナーをチラッと見て投げた。2球目ストライク。いやー本当特に3年生にはね結果残してもらいたいんだよ。第3球を投げた。打ちました。抜けるかな。抜ける。抜けろ抜けろ抜けろ。くそうまい湯浅くんうまいもの。守備ノーアウト一塁。平方大展開で迎える8回です。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生犬。今日はセカンドフライと三振。長剣だな。さくら今日さあここはゲッツーシフトを敷きます。あれ第2球投げました。ボールカウントは2ボールノンストライクです。ファーストランナーをちらっと見て投げました。危ない球。頑張れ。次が4球目。アウトコース低め見送ってフォアボール。ストレートのフォアボール。三つまた行くか。いやまあ点を取られたわけじゃない。出して取れは危ねえな。守備位置お任せにしよう。第9
投げました。もうまずは外角、第2球決まった、ストライク。とりあえずワンアウト取っちゃおうぜ。第3球を投げました、外角高め、外れてもカウントは。いやなんだろうな、全然ストライク入ってない、入んないね。シュート見送ってストライク。セカンドランナーちらっと見た。第5球投げました、もう完全なボール球、カウントは3ボール2ストライク。第6球は打った、ライトへ持っていった、掴みました、しまい。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。あ、今なんかやってたルーティンなのかな、見ればよかった坪井さんの。さあここはゲッツー体勢を取ります。ナイスボール。第2球見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。頑張れ。投球はこれから3球目、打ちました、1、2塁間のゴロ、1ついい、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。さくら、なおもピンチが続きます。結構今危なかったぜ、俺をファーストで良かったと思ったけどな。だけどまあ助かるね、同点のランナーがまだファーストにいるってのはでかいね。内角で第1球投げた、初球空振り。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、外れた、ボール、カウントはツーボールワンストライク。次が4球目、見送ってボール、カウントはスリーボールワンストライク。投げた、引っ張った、レフトの左、レフト下がった、ヒットになります。平原1点返しました。平原タイムリーツーベースヒット。サンナ、なおもピンチが続きます。バッターは2年生寺田、ここまで3打席連続三振。三つまた頼むぞ、ピンチに強いとこ見せてくれ。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。4番中田選手でしょ、中田さんでしょ、中田くんでしょ。もう臭いとこ行くか、臭いとこ行こう。頼む。投げた、カーブはボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、3球目ストライク。ピンチに強いとこ見せてくれ、頑張ってくれ。さあ4球目、インサイドストライク、インコースのボール球を振らせました。第5球投げました、よし、よし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 、あと9回2対1、追加点取りましょう、ノーアウト1塁、よしよしよしよ。さくらリードで迎える9回です。闘魂来た、ランナー1塁という場面でバッターは3年生北海道の燃える男東野。燃えちゃってここで一発、球投げました、もう打っちゃおう、打っちゃおう、頑張ろう。いやーなんとか1点じゃ怖すぎるって1点じゃ怖すぎる。強振に行く、いける、信じております。投げました、外れた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。頑張れ、5球投げた、打ちました、まあ湯浅落下点に入った、取りました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは1塁。いや代打出せんよ、出せない、ちょっと出せない。いや出すか、出そう、伝令一つ残ってくから盛り上げるとかあるでしょ多分。バッターは第東堂、さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。はめてやるよ、はめてやるよ、エンドラン。第9、1塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンド、ダーうわ、終わって2対1、さくら、この回の攻撃は0で終わっています。いや守ろう、守って勝てばそれで OK だ。
よし、いくぞ。9回の裏、1点を追いかけます。平方、攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中田。助言だな、助言。こさくら、頼んだ。投げた、見送って。なんか不思議と中田選手が若く見えてしょうがないね。第2球。いやけどまだ1年生の中田翔でよかったね。これが3年生とかになってたら能力も普通なわけでしょ、ある程度は。もうカウンター、2ボール1ストライクです。第4球を投げた、流し打ち、どうだ。よし、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。逆境が怖いな。第9、投げた、ボール、はっきりしたボール球。いつまた頑張れ。第2球、投げました、ボール、これは完全なボール球。カウントは2ボールノーストライクです。第3球、2アウトにしたい。打った、よし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 、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。1塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。1つ。バッターは1年生、白石さくら。ここは何としても抑えたい場面。いや、青井くんどうやって抑えたのよこれを。どうやって3つも抑えてんのよ。第9、投げました、初球空振り。いいよ。第2球、ストレート、ナイスボール。第3球を投げました、打ちました、取ってくれ。無理だ、全然無理だ。白石、ナイスバッティングです。さあ、2アウトから同点のランナーが出ました。いやー、すげえなんか嫌な能力だな。第9、初球空振り。できることやればいい。第2球、投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目。スタンドに入りました、ファーク。次が4球目、投げました、見逃した。よっしゃ。よし、1回戦突破したぞ。見事突破しました。夏の甲子園大会1回戦、やったぞ。あざした、やったぞ。ギラギラ眩しい My friends、 ほのかに香る春のフレーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来掴み取れ、ときめくときめけときめけば、さくらここ。イエーイ、やったぞ、勝っちゃったぞ、1回戦勝っちゃったぞ。負けると思ってた。本当に負けると思ってた。いや、エラーもなく、いや、よかったですね。いやー、甲子園いいじゃないの、能力本当に経験値いっぱいもらえるもん。それにしても相手のキャッチャーすごかったな。盗塁した時ブライアン君全然通用しなかったもんな。うわ、花園君のパワーが3曲がったのが嬉しいね。少しでも勝って成長していきましょうね。これはいいわ。
せーのドン。愛嬌馬惜しい。黒滝学院いいのかな読み方は。どこだろう全然わからんな。名前かっこよくない。黒滝学院ちょっと2を出したいな。すげえもったいないことした気がする、うん、そして2出ねえしね。終わろう終わろう。よし明日は、2回戦頑張っていきたいと思います。そんじゃ、終わります。バイバイ。